はい、こんばんは、山陽と申します。恵方巻節定調査2024第4回かな。今回、ミニストップさんを見ていこうと思います。ミニストップさんはね、比較的、毎回のことではありますけど、結構、チラシがシンプルですね。もう裏表1枚ね、キャッと作ってるね、特徴がありますけど。まずはね、去年のデータからね、ちょっと見ながら、チラッと見ていこうと思います。ミニストップさんといえばですね、まあ特徴としては、この子ですよね。去年は、比較的、高級志向のところとかをね、わーっと、やっとって1000円台を超えてくるところを、フラグシップにわーっと持ってきとった中で、ミニストップさんは唯一、1000円切るやつが、一番高いやつになっているよということで。これ見てもね、高級志向のどんどんこうのというよりも、エホバキのセット前売りっていう感じのやつを仕上げてくるので、かなりシンプルな作りになってるんだっていうところが特徴なんですけど、実はアイテム数は多いよというところとかあったよなっていうところがあったりしましたね。っていうところとかを踏まえた上で、じゃあね、ミニストップさんのデータをね、一体見ていきましょう。これは去年のデータ、今年のデータこんな感じ。まずは、エホバキの3本セットセットから出してきてる。これも特徴ですよね。やはり、一本でドンと売っていくぞってみたいなのがね、またセット売り用で、なくしてた、ファミリーマートさんもありましたけど、こっちは逆にもうセット、セット、セット。表の品目、ほぼ全部セット。はい、セット、セット、セット。これがね、特徴かなってところで、最初の絵本巻き。また絵本巻きの中身は、ちょっと見ていきます。全部、サラダ絵本巻きに、サラダ絵本巻きに、海鮮絵本巻きという3絵本巻きで、1198円というふうに仕上げてきてます。確か去年もね、同じような感じでセットをどんどん出してきてますね。1272円から、なんで、あれ密封よくよく見てみると、値下げしてるんですね。1198か。あれそうだな。去年のデータの方のあれだね。うん。はい、っていうことなんですけど、特徴としては、ここで、ちょっと、見どころとしては、パッと見てわかりますかね。実は、幅も5センチあるんですけど、お気づきですかね。セットのやつ、これ、前は9センチかける3本になってたんですけど、8.5センチになってますね。こっそり 0.5 センチ、ですので、5ミリですね。長さをちょっとちっちゃくしているという形でございますね。まあ、それで、喧嘩かでしょうね。うん。で、まあ、より、多分ね、ミニストップの方が、郊外地方多くて、高齢化がどんどん進んでるんだと思うんですよ。っていうところもあって、よりあまり長いものが、うん、こんなにも食べきれませんわ、っていう方がね、増えてるんだろうかな、っていうところですね。で、いうのもあって、まあ、価格限界調整とかっていうのもあって、っていうことだと思います。その代わりに値下げになってますよね。っていう形になってませんということでございます。はい、1198円になってますよ、ということでございます。で、あとは海鮮ほうまきの、もう3本セットから出ています、ということでございますね。で、海鮮、幸福焼きほうまきからか。そう、これもね、動線がね、変わってるんですよ。去年は海鮮ほうまきからの主導線になっておって、ポンポンポンって見る形。これが主導線の形なんですけど、横書き、チラシの場合ね。横書きチラシの場合はこう、縦書きの場合はこう、なんですね。とかっていうふうな、動線違いがあるんですけど、で、行くと、いわゆる優先動線のところに、普通の絵本巻きの方を持ってきました。去年は回線の方のが優先動線の高かったんですけど、ということで、ちょっとね、入れ替わりなので、ちょっとね、図がちょっと見にくくなっちゃうんですけど、こっちの方ですね。こっちと、こっちが一緒のやつですので、1369から、1246っていうことで、実は3本セットかなり値段が下がってるんですよね。おやおやおや、ということでございます。うん。で、なんでかなと思ったんですけど、そういえばね、そうなんです。絵本巻き、品目的にはそんなに変わってないはず。厚焼き卵、焼き、まあ、なんかを、どんこ、椎茸に、かんぴょう、おぼろ、高野豆腐、7品目でしょ。で、こっちの方が7品目で、厚焼き、おぼろ。一緒ですね。全く一緒ですね。というところなんで、あれだんっていうところなんですけど、単品の方でね、見てみると分かりやすいのかな。473.04 になってますけど、単品のデータが、429っていうことで、値段がね、かなり下がってる。値段がね、マイナス44円下がってますね。っていうことなんで、1本あたり44円も値下げしてるんで、かなり値下げ踏み切ってきてるんですけど、これは特徴としては、5センチかける13センチなんで、まあまあ、ちゃんと大きいんですけど、実は去年はね、14センチって、なぜかね、長かったんですよね、ミニストップさん。っていうやつなんですけど、これ13に変えましたね。っていう形で、その1センチ、
ってきてることによって、っていう値下げに踏み切れたのかなというところですね。まあ、4グループの調達のスケールメリットも活かしてるっていうところは感じますね。っていうのがあったりします。で、ショートサイズは 8.5 センチになりました。前は14級だったのに 13.5 に変えたってことですね。で、ショートサイズの方も343が321ってことで、全体的に値下げに持ってきてる。これはかなりミニストップさんは、高級志向からお手軽志向の方に、持ってきてるっていうのが見えますね。で、残りのところ、ちょっとお値段、あれね、高くなりそうかなっていうところも、対戦フォーム級も、1429円。一本あたりしても494円ということで、これが去年は505だったんで、ちょっと値下げにしてるんですよ。頑張って。実は、11円。頑張りましたね。すごいですね。うん。っていうことでございます。まあ、8.5 センチ、これ、いわゆるこの5ミリですごく頑張ったっていうところでしょうね。品目的な大豆、イカ飛び替え、アーモンド大豆、マクロ加工品、9品ってことで、多分変わってないんじゃないかな。エビ大豆、なんだっけ。当て焼き卵、エビ大豆、イカの飛び替えを、飛び越えが飛び越えに変えたぐらいですね。小さい中華なくなったぐらいですね。あと、サーモンライス、マグロ加工品、キュウリとも一緒ですね。うん。ていう形でございましたね。ということでございます。かなり値下げ、結構で頑張ってるな。ミニサイズ値下げっていう形で、かなり攻めたなというところですね。で、これはですか、逆になっております。家帰り感じですよ。で、あとはサラダエフォーマッキー。これが、一番、ショートを除いたら安くなったので、386円っていうのがあって、これは、裏面の方ですね。こんな感じになっておって、こんな感じでね、あとは細かいとこシャーッと書いてあるという感じですね。で、サラダエフォーマッキーが、386円ということで、これがローエンド価格のやつになってますよということで。物的にも、品目も5つで変わりなしかな。440から386、めっちゃ下げだね。めっちゃ下がったね。6センチ角下げてる。なんだ何で、これが、こう、今年ですか。なんだなんかだいぶ入れ替えてるかな。これ、サラダ、恵方巻き。品目別に、あれかな厚焼き卵、香り箱やろで、カニフン、カニかますね。で、ツナマヨネーズ、あれやろあ、これがごぼうが減ってる。エビダイス、キュウリ。ごぼうがなくなってるぐらい。で、値下げ、踏み切ってきましたね。かなり力入ってますね。ということでございますね。で、長さは 8.5 だから、そこでかなという、にしても頑張りましたね。これ、5ミリで大バレなんですね。っていうことでございますね。この毛は有給。何が、あとありますよ、と。いうことですね。で、753.84 円。前は黒毛和牛牛巻きに当たりそうな、韓国風牛巻きか。537円から753円ってこと。これかなり変わってますね。まあ、黒毛和牛に書いてあってるので、かなりこれだけ、ここは値上げがボンと来てるんだと。いうことでございますね。で、黒毛和牛好きにはね、キュウリ、薄焼き卵とかね。まあ、これをね、先のやつは比較にはないんで、ラムネとか入っちゃった韓国、プルプルコギ風な感じのやつから、和風なやつに変えませんよ。ということでございますね。で、ヒレカツ、恵方巻き、458円で入ってきます。すいません、494.6円でね、で上げてます。これもヒレカツは前あったね、462から、494のことで、ヒレカツは30円近く、32円上がってるのか、ということなんで、安くなってるから、だいぶちょっと差が出てますけど、ものとしては一緒で、でもこれはもう単純原価が上がった分ということですね。8.5 センチしたけど、さすがに値下げするのはちょっと厳しかったと。小麦、豚肉調達から、このあたりの兼ね上げになるのかなというところでございますね。ということで、結構品目はほぼ、変わらない感じなんでしょう。実は、こんなり、ダウンサイジングの、値下げに、かなり舵を切ってきているというところが面白いところかなというところですね。他社さんと比較してみましょう。そうするとこうなります。最高価格が急に753ってことで、めちゃくちゃ安くなります。ギュッと詰まってますよね。かなり安売りで行くぞと、値段価格勝負に相当、持ってきてるなっていうのが見えますね。恵方巻き価格も、
の2キロ32ってことで、10センチ未満のやつは、だいたい9分の7っていう形で、あの、でかい、恵方巻き以外は、入ってきてるよっていうところがあるんですね。で、25日ってことで、実は4枚薬しぶきが一番早いのが高校だったりするんですね。センターの多分調節の兼ね合いでしょうということでございますね。ということで321という形なんで、まあ、価格も、最低価格も当然安くいいとか、ここになってくるし、ということで、ね。で、まあ、大きさが、5ミリなんで、体積の問題だいか、まあ、できる人、計算してもらったらいいですけど、その代わり、ミニストップは、径が5センチなんで、5ミリ大きいですよ。直径が5ミリ大きいから、うん、5ミリちっちゃくても、結局、ミニストップの方が量は多いのかなっていう。多分、単純にご飯の量は多分増えそうかなというイメージになりますけどね。そんな感じとかで、まあ、かなり価格勝負で、ロー価格ですね、恵方巻きも429円ですからね。で、しかも、実は、こっそりその、小さくしたと言っても14から13なんで、結局5ミリ ×13 なんで、実はでかいですもんね。っていうところとかがあったりしますね。まあ、そのあたりとかが、ちょっと特徴的なところでございますね。ミップローソンがかなり、お手軽に、どうせね、すっげえなんか海鮮のね、すげえやつを食べるんじゃねえよって、お気軽にやはり、恵方巻き始めるんだったら結構いいんじゃないかなというところが、この、ミニストップローソンさん、このあたりの価格設定が。ですから、今回、実は恵方巻きの価格は、150円近く差がついてるっていうことが、これはつきましたね。うん。それぞれの戦略がこう、見て取れる、あれでしたよね。っていうところでございますね。単価取りに来てーなーっていう、ファミリーマートセブンイレブンさんの、思考と、比較的、スケールメリットで、たくさんお客さんを、に、買ってもらいたいっていう、ところが見えてきた、ハイエンド1000円台を捨ててきたローソンとミニストップ、というようなところかなというところが見えて取れるんじゃないかなと思います。まあ、そんな中、セブンイレブンがしっかりと一番、下にか、いう価格も、ちょっと、言ってあったりとかっていうバリエーションの入れ方が、かなり実は、同じように見えるコンビニの恵方巻きでもかなりが違いがあるよということね、今回もわかりましたね。ということでね、この後はスーパーマーケットも見ていこうと思います。多分スーパーマーケットは去年のデータとかから見て、ミストグラム18銭とかね、そういったのが増えてくるのかなというところだったりするんで、多分チェアっと見てみたら、この後とかね、18銭って20銭とかっていう風になってくる。この辺りとかもね、一つちょっと見どころになってくると思うんで、その辺りも設定的に、チェックできていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。多分、ただね、締め切りが迫ってきてるんで、うん。データ集めれるところから、全然ちゃんとやってくるような感じ。多少ね、なってるとは思いますけど、物理的に時間が足りなくなってしまいますね。まあ、そんな感じでやっていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。